停電した場合には、自家発電をやろうという、誠に、古臭い考えでありますけど、しかし、まあ、それ以外気がつかなかったんでありましょうが、その、警察官がペダルを踏むことによって、誠にその、淡い光でありますけども、一応電気がつくという、設備をしてございました。そうね、この間見たんだから。整理してるうちに。皇居並びに重要施設の消火活動は、700名を超える特別消防隊員の手に委ねられていた。これだ、これだ、これだ。これはそうですよ。これは南国家の写真ですよ。そういうふうにね、皇居前でもってね、南光さんの銅像の脇に特別消防隊のあれがあったんですよ。そうしてね、地方までね、私はあの、例えば、山梨県だとか、山形県とかね、あっちの方まで行って、その、ポンプを供出させて、もうエンジンさえかけてすぐ水が上がるようにして。で、ホースはそこからもうポンプにくっつけて伸ばして、これは、こっちこどころへ行け、これは何行け、これはちぐさの前行け、これは頬の前行けってみんな伸ばした。これがもう何十台があちこちにこうついてんで、ずっとこう伸ばしてたわけですよ。一文だが先にいたわけです。先に待機してたわけです。先の先の方に腰掛けて休んでるものもあるだろうし、それから中には持ってるやつもいるだろうしね。それで交代して持ったりして休んでたんですよ。24時間。空襲に待ったはない。この空襲に弱点をさらす我が国の都市。敵の不尊なる人にどうして対抗するか。いわく疎開。疎開は敵の来襲に備える15の戦闘である。昭和19年2月、政府は過密地帯の疎開と強制取り壊しを決定した。20年3月までに取り壊された建物は5万5000戸に上っていた。3月9日朝のマリアナ諸島は雲一つない快晴であった。グアム東京2400キロ接近コースの運量10分の1、視界16キロ、ナビゲーション OK。火災発生用ナパーム弾3700発、炎症促進用収束焼夷弾8500発。それは空中で分解し、40万発の小型焼夷弾となる。4隻の潜水艦、3隻の巡洋艦、2機の水蒸気が救助体制についた。最初に離陸する314飛行弾54機は機銃をすべて取り外し、その分だけ多くの焼夷弾を積み込んだ。サイパン、テニアン、グアム、325機が配置についた。午後5時35分、グアム基地から314飛行弾の1番機が飛び立った。離陸間隔45秒。Power.
次いでサイパンテニアン両基地から271機が離陸を開始。グアムを発進した戦闘集団が東京上空に達するのは3月10日午前0時前後になる。丼のね、ご飯ですよ。だから美味しかったんですよ、これは。ああ、当時のね、NHK のね、食堂はね、まあ、針金みたいなね、そばだったんですよ。ええ。こう、下手して食べたらね、口の中が気がしちゃいますよ。硬くて、細いんですよ。うまくないんですよ。ええ。そんな状態でした。ええ。ところが、向こう行くとね、糖分がね、ええ、そうすると、丼でね、ご飯ですから。うまいんですよ、これが。みんな羨ましがったんだよ。東部に行く人はね、これ全部技術の人もみんなね、いいな、いいな、してるんですね。ラジオからは5時のニュースの後、当時の国民歌謡、ヤシの実が流れていた。街には20メートルを超える強い北風が吹き荒れ、空気はカラカラに乾ききっていた。その日、妊産婦のために大豆の粉の特別配給があり、閣議は学童疎開の強化を決定した。一方、疎開学童のうち6年生の多くは卒業や進学を控えて我が家に帰っていた。割合に食べ物にありつかれた日だったですね。ええ。まあ、朝起きるとすぐ食べることばかし考えてますのでね。だから、まあ子供もお風呂へ入れましたし、食べ物も割合に食べられましたし、その当時はもう子育てとね、食べることで一生懸命でね。配給になるって言ったって、大根がね、4センチぐらい、このぐらい丸いのが4センチぐらいでしょ？それで7人がどうやって食べるんですよ、おネギ1本とかね。すでに仕事らしい仕事が来なくなっていたカバン製造業の清水さんは、その日、隣組の注文で久しぶりに防空カバンを縫っていた。夜間、低空、焼夷弾のみによる攻撃。それはルメイ少将の軍歴をかけた作戦である。彼はワシントンには直前まで連絡せず、独断で攻撃の実施に踏み切っていた。明日は陸軍記念日だよと、やるんじゃねえかなってこう言ってんだね。そうだろうなって、そんなこと言ってたんだ。それで向こうについてからも、明日陸軍記念日だからな、そうかどうかななんて言ってたんですね。しかし、ご飯を食べてね、銀シャリでね、やれやれと思ってたら、だったら、なんかちょっとおかしいなと思って、ざわめてきた。そうしたら、もうすぐ、警戒警報って言うんですね。刑務課宿直室の布団の上に横になってラジオの音楽を聴いていると、10時30分、突如、音楽が中断され、あの不気味なブザーが鳴り、ただいま警戒警報が発令されました、と言った。私は起き上がって、次の情報に耳を傾けると一つ、南方海上より敵らしき数目標、本土に近接しつつあり、二、目下敵らしき不明目標は、房総方面に向かって北上しつつあり、三、敵の第一目標は、房総半島より本土に侵入しつつあり、四、房総半島より侵入しつつある敵第一目標は、目下海岸線付近にあり、5. 房総南部海岸にありて、ありし敵第一目標は反転南下して目下房総南部にあり、私は間もなく空襲警報が発令になると思ったので、急いで装備を整え、写真室に行き、キャメラフィルム等の入っているバッグを持って、地下防衛司令室に急いだ。しかし私が10時50分、司令室のドアを
開けると同時ぐらいに、敵第一目標は、洋上遥かに損傷せり、とアナウンスが流れる。続いて、警戒警報は解除と報じた。この時は、なんて、警報が出てから、警戒警報が出てから、空襲警報が出るまでの間っていうのは比較的短かったんですね。そして、目標がいくつもこう、何箇所にも入ってきて、それがいつものようにスムースに入ってこない、旋回していたり、何か停滞していたような気がしますね。その時、4機の B-29 が、房総半島の沖合で1時間半にわたる八の字旋回に入っていた。爆撃命令書にはこうある。73飛行団及び313飛行団は各2機を先発させ、房総半島沖合の4